ちょっとまた小話、飽きもせずに。で、そのさっきのガラガラ方式の、シャッターテスターの他に、反射光を測る、テスターを、ちょっと作ってみましたなんていうのを喋ったと思うんですけど、で、これがですね、少し改良してみました。やっぱこっちの方がいいかな。本体は全く同じでですね、このセンサー部分なんですが、ちょっとですね、まだこれちょっと接着してないんですけど、このセンサーの部分をですね、この真ん前に出すんじゃなくて、横に出すようにしてですね、ちょっと少し間隔を広めてみました。ライカマン、キャノン P がここにあったか。キャノン P じゃねえ、セブンか。それでまあ、この、厚板のところにですね、これラピー、貼ってなかったか。セメダインラピーっていう反射テープを貼ってですね、こっちから、入れる、こう入れるわけなんですけど、で、このですね、あんまりこの間隔広げちゃうと、このセブンはそうでもないんですけど、昔のバルナックライカは、もう、シャッターマークそのもののドラムがここに露出してますので、それにぶつかっちゃうというところで、ちょうどいい寸法のところになるようにですね、この、感覚を。実際は、ハンダ付けをこっちでこうしたら適当にこの位置になっちゃったんですけど、ちょうどいい感覚に、なってですね。で、これを、実際にですね、ここに入れ、少しマウントに近い方がいいと思うので、こういう感じですね。入れてあげて、計測するとですね、ほぼですね、すごいいい値が出るんですよ。実用上はですね、もう、なんていうの、こういう通過型の僕シャッターテスター作ったんですけど、ほぼ同じ値が、マク速はもうほぼ同じで、シャッタースピードは若干、長い目に出るかなっていう、ところなんですね。だから、本当は500分の1で切れてるぐらいなんだけど、380分の1ぐらいとかなんて、こう、ちょっとですね、誤差範囲が。だから、あんまり、傾向としては良くないんですね。500分の1が520分の1ぐらいで出ちゃうっていう方が、シャッターの調整としては、それを500に合わせば、実際は少しシャッターが遅い目っていうか、テンション緩い目に調整されることになるので、カメラにとっては優しいんですけど、多分ですね、少しコンパレーターの識位置なのか、ちょっと僕その電気にあまり詳しくないんでよくわかんないんですけども、拾い上げるときのですね、場所が、ちょっと、だから傾向としてやや長い目に出るんですけども、それでもですね、多分、10分の1絞りは狂わないぐらいの、感じで、出てきますので、だからこのセンサーの大きさがですね、こんなバカでかいんだから僕もむちゃくちゃ誤差あるのかと思ってたんですけど、一定の位置で一定の条件でずっと、測定するときにはこの抵抗のボリュームでですね、結構追い込めますので、意外にこれ使えるなっていうのが印象で、もうだからさっきのドラムのコーナーはもうこっちで十分じゃんみたいに裏蓋開かなくてもバルブにしてテープ貼ってですねこうやってやれば十分アマチュアのカメラ修理の、シャッター秒時にはですね、実用上問題ないかなと、ただその誤差範囲っていうところでですね、ちょっと電気の知識はあんまりないんですけども、一応考慮しなきゃいけないとしてはですね、この、センサーが非常に物理的に大きいのでですね、だからセンサーがこう、上から LED が当たって、下のセンサーにこう、反射してくるのをこう見てるわけですけど、ここをですね、こう、
こういうスリットが、できてて、バシャーってこっちにこう走っていくわけですから、この大きさが有限だとちょっとやっぱりよろしくないですよね。だけども実際はこういうバカでか大きさがあるので、まあ困っちゃうな。ですから、センサーの値をこう、こっちに、まあ例えばこっちにシャッターが走るとすると、電気的に見た、瞬間で見たらですね、アナログ的なセンサーの、出てくる信号っていうのは、こういう風になるわけですよね。パンって上がるんじゃなくて、じわーっと上がって、こういうカーブを描いちゃう。で、コンパレーターっていうですね、なんかそういう部品で、これはだからどこ、基準の電圧っていうのを作ること、コンパレーターってそれがなんか、回路ができる人は自分で値を計算して設定できるみたいなんですけど、まあ、ある基準の電圧があった。そうすると、ここで、取ったら、これがトータル時間になるわけなんですけど、それとも基準電圧はこっちって言ったらですね、ここで取っちゃうし、基準電圧はこっちっていうところでやるとですね、ここで取っちゃうわけですね。だからこの基準電圧はいくつになるかっていうのによって、こう、秒時が同じ波形で出てきてもですね、マイコンに取り込むときの信号が変わってきてしまうっていうのは、一つ誤差範囲があります。ですから、これが上手にいかないと、よろしくないなぁっていう、多分このですね、基準値がこの大きなですね、可変抵抗によっていじってるんじゃないかなという気がするんですね。これの感度を実際変えてるとかそういうんではなくて、多分ここの、アナログ的にな信号をデジタル的にこう、ポンっていう、なんだっけ、TTL 値っていうのかな、に変えるときの、まあ、どこに目標を置くっていうのをこれで作ってるじゃないかなという気がしました。あまり根拠のない話なんですけど、まあですから、受光素子がですね、マーク、なんていうか、シャッターマークに近いほど、この信号っていうのは、高く出るし、離れていけば行くほどですね、小さくなると。で、この、さっきの抵抗をいじることによってですね、どこに基準値を置くかって。だから、出てくる信号がちっちゃいのにですね、基準値をこの辺に置いてたら、スイッチオンが取れないわけですよね。だからそれを、結局ここで調整すると。だから、行って帰ってくる光をですね、ギリギリのところに狙ってあげれば、より精度が高くなるんじゃないかなというふうに、予測してですね。ですからまあ、こういうふうにこうちょっと当て物をしてですね、必ずこうマウント面とフィルム面の距離はもう一定ですから。L39 専用になっちゃいますけど、バルナクラーカ用シャッターテスターみたいな感じですね。必ず同じところに、位置に来るようにすればですね、ここをこう追い込んで、抵抗をですね、設定することによって、まあ、いつも大体傾向としては、同じ値が出てきますので、繰り返し精度は結構ありますから、まあ、これでやってあげればですね、かなり実用域で、こう、広めに取ってあげてですね、センサーを入れると、なかなか実用的であるというところでですね、まあ、この、だから、表示部分だけ一個作っておいて、頭の部分を、例えば、本当に上手にプログラムやる人はなんか切り替えスイッチとかでですね、パパパってやることができるのかもしれないし、縦走り用とか横用とかですね、バルナック用の反射用とか、透過用とか、いろいろやってあげるとですね、まあ便利に使えるのかなという気がしてきました。まあこのモジュール自体はですね、愛天堂で売ってたものをそのまま使ってますので、なかなかですね、なんて言うんだろう。
さほど手間もかけないのに、こう、実用度は、高いものができたなという、ちょっと感じがして。まあ、あとこれちょっとですね、接着剤でまたペタッと この、ちょっと今この最終的な、蓋を作るのにちょっと、2、3試行錯誤してるんですけども、まあ、これでですね、信越化学の接着剤でペタコンと 要するに少し、カチンカチンに固まるんじゃなくてですね、少しこう、ぐらつく、ゴムみたいになる接着剤でですね、こう、RV、なんだっけ、RTV ゴムっていうんですか、こういうので、もちろん絶縁じゃないとダメなんですけど、こう固めるとですね、ちょうどいい具合にこう、なりますので、まあ、トランスの鳴きとかなんかに使うとか、なんかそんなようなこと書いてありましたが、なかなか、カッチンカチンにやるとですね、ストレスかかった時に壊れちゃいますので、ちょっと緩いぐらいがですね、いいかなというので、一応ですね、この、反射型シャッターテスターも、なかなかいけるぞという結論で、またちょっとこれはこれで、喋ってみて、録画しておこうと思います。なんのこっちゃ、わかんないんですが。